チャオ、あっちゃんです。今日は6月14日、あっちゃんちの2回目のやつです。2回目のやつは、ユニコーンさんが送ってくれたトッポ、ロッテのトッポ送ってくれた中に、ね、一緒に入れてくれてやったの。最後までチョコたっぷりレアチーズケーキ味、美味しそう。レアチーズケーキ味のトッポ新登場、チョコとプリッツェルのバランスの良い美味しさをお楽しみください。やっぱこれだねー、ロッテのトッポってやね。レアチーズ、いつものの友達と期間限定の美味しさをどうどうってことね。いつものね、あっちゃんの一番の友達、弟じゃないわ、子供ちゃんたちと、一緒に食べたいと思います。まあね、おっちゃんね、子供ちゃんのお姉ちゃんを持ってるからね、ある意味まあ弟みたいなもんです。はい。ね、精神年齢が近いんでね、はい、弟です。ね、はい。ということで、いただきたいと思います。こんな、トップ普通のね、トップで、中バレアチーズやから、白もみの。なんかこんなに、感じてきた。ニューって出てきた。怪しのいない方っていいだ。うん、美味しい。うん、レアチーズケーキ。美味しいやろ、レアチーズケーキ味。うん、すごいね、レアチーズケーキ味感がする。赤い前やっけ。うん、ちょっとね、室温でチョコがやっこくなっててドローンとしてるの、美味しい。うん、冷やしたら硬くなるけども冷たさが美味しくなるかな。でも、もう1パック入ってる、2本に2パック入ってるから1パック冷蔵庫入れて後で食べてみたいと思います。はい、ね、暑くてね、朝からね寒かったのだから、ね、うん、シャツって言うんだけど下はタオル毛布巻いて、寒くて巻いてるけど、食べてもらえるでね、うん、だけど昼からだんだん暑くなって今30度お部屋が、うん、で、まあ、扇風機で何とかしのいでんだけど暑いよ。うん、でアイスを食べようかどうしようかと思ってるけど、うん、トッポが美味しそうやったからトッポをいただいております。幸せやわ、甘いの食べると。甘いのね、心の栄養というけど、あっちゃんの幸せの源です。もちろんしょっぱい系のやつも好きやけど、甘い系はこう癒されるのよ。特にね、チョコとかはね、頭痛した時もお腹痛い時何でも効くからね、あっちゃんには。本当ね、元気の源なんです。はい、はい、ということで、トッポレアチーズ味美味しくいただきました。うん、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで、今日のあっちゃんちの2回目のおやつ、春夏限定品トッポレアチーズ味でした。手軽のポイント、結構これ高い、98点。すごい高得点、98点です。はい、光るコーヒーの大好き。はい、ということでね、このねカラオケでね、なんかポッキーが食べたり、ポッキーとポテチと持ったお皿があって、ほんまね、ポテチ一袋とポッキーが一箱と、あと何やったかな、なんかお菓子が入ってて、
480円。高い、こんなもんコンビニで買うたらええわって言うとったよ。なんかの動画で多分入ってるかもわかんない、これ、この音声ちょっと恥ずかしいけど、うん、まああっちゃんいつもねそんなこと言ってるから、その動画もそのまま上げようかなと思ってんねんけどもね、別にいいのいいの、動画上げる前にこうで言っちゃってるけどもね、はい、まあそんな感じのあっちゃんでした。はい、今日はユニコーンさんにもらった、トッポレアチーズケーキ味おいしくいただきました。あとの半分は冷蔵庫に入れて冷やしてまた、いつか食べたいと思います。ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。